前半自分たちがうまくつなげない中で、セットプレーから失点してしまって、まあ、その前半の中で立て直せなかったんですけど、後半入ってからその絶対点取りに行こうっていう全員の強い意志があって、まあ、その開始早々同点に追いつけたことも大きかったですし、その後、まあ、中盤でつないで前線の選手にいい形でボールが入ることが多かったので、まあ、そこは試合の中で修正できたポイントかなと思います。そうですね、まずそのつなぎの部分でのポジショニングの修正があったのと、まあ、あとはそのゴールを絶対取りに行くっていう強い意志をもっと持てっていう指示もあったので、まあ、そこが一番後半最初の同点に追いつけたのが一番大きかったポイントかなって思いますし、あとはその桃香だったり音だったりその1枚剥がせる選手たちがそのすごく中盤で躍動してくれて、そこで1枚剥がせたので楽にこうボールをつなぐことができたかなと思います。本当に音のボールがもうめっちゃ良くて、もう自分は当てに行くだけだったので、もう音さまさまです。どんな気持ちでしたか？やっぱりゴール取るってあんまりないので嬉しいですし、まあ、それがそのチームを勢いづける1点になったことは自分にとってもすごく嬉しいですし、まあ、前半うまくビルドアップが進まなかった中で自分自身ももっとやってやろうっていう、こう点を入れてから気持ちになったので、まあ、そういうメンタリティを前半から出せるようにしていきたいなと思います。まあ、あまりキャプテンだからどうこうしようっていう気持ちは なくて、まあ、その仲がいいだけではダメだと思いますし、要求し合うとか要求してその全員が同じ方向を向いていけるように、まあ、若い選手たちに声をかけることは意識しています。その点が入ってからじゃなくて前半 0-0 の状態からでもその、まあ、前線から来るプレスに対してビビらないで回すっていうこの強いメンタルを持ってやっていけばそれが先につながっていくと思うので、まあ、アイナック戦だからどうこうとかはないですけど、そういうのを試合ごとに積み上げていければいいなと思います。まあ、いつも応援ありがとうございます。広島で6時キックオフで遅い時間なのにたくさんのサポーターの皆さんが現地に駆けつけてくれて、緑のユニフォームをいっぱい見れたことはすごく嬉しかったですし、いつも拍手だったり気持ちが選手に届いてます。これからも一緒に戦ってください。